マクドネルダグラス DC-10 マクドネルダグラス DC-10 はアメリカの航空機メーカーマクドネルダグラス社がアメリカン航空の要望を受けて開発したワイドボディの3発式ジェット旅客機である主に中距離路線を想定した300席クラスの機体であり3機のジェットエンジンは左右の主翼下に各1発垂直尾翼基部に1発搭載しているダグラス社が マクドネル社と合併する前の1966年に開発を開始したため名前は DC のままである。1970年に初飛行、1971年8月に運行を開始し、1988年まで生産された。DC-10 と同時期の開発、完成となった代表的な3発式ジェット旅客機である米。 ロッキード社のロッキード L-1011 トライスターでは S 字ダクトのエアインテークを採用することで第二エンジンを対抗端の低い位置に配置していた。それに対し DC-10 ではダクトと位置直線の配置で垂直尾翼内胴体上に位置している。このエンジン配置のため垂直尾翼の構造材は単純な箱型ではなく 吸気ダクトとジェットエンジンを収める円筒形の空間に沿って縦通り材が左右に分かれて通されることになった。鋭い形状の垂直尾翼はエンジンによって方向打面積が小さくなったため効果を増すために二重品字式となっている。主翼は35度の高体角を有し、高揚力装置としてほぼ全翼服にわたり全円スラットがある。主翼だけでなく、 後部にもエンジンを持つ三発機であり、重心を適正化するため主翼は、機体の中ほどよりやや後寄りにある。ダグラスでは1964年、アメリカ空軍に導入される輸送機である C-5A ギャラクシーの開発及び生産に、関しては、ボーイング、ロッキードとの受注合戦の末、受注することができなかった。当時、ダグラスでは C-5A の構想立案と、 並行して当時生産していた DC-8 を大幅に上回る大きさの大型旅客機を市場に送り込むべく研究を進めていた。これは機体全長にわたって客室を2階建て構造とするというものであった。社内では当時並行して計画が進んでいた短距離向け中型ジェット機の DC-9 に次いで開発計画が進められたことから DC-10 と呼ばれていた。 一方、1966年にアメリカン航空がゼネラルエレクトリックの工場を視察した際に C-5A 向けに開発されていた TF39 型エンジンを見て、このエンジンが旅客機向けに改良されれば250隻クラスでアメリカ大陸の横断も可能な大型旅客機が製造できると考えた。アメリカン航空は同年3月25日に 新しい双発の大型旅客機を開発するよう要求していた。これはアドバンスドジャンボツイン中距離旅客機と呼ばれるもので以下のような仕様となっていた。さらに、後に全幅155フィート47メートル以内、全長は180フィート55メートル以内と改められた。こうした要望に対してダグラスでは本当に発注するのであれば、 要求された仕様の旅客機を1966年には開発に着手すると公言した。このアメリカン航空からの要求はダグラスが構想していた大型旅客機の方向性と一致していた。当初、航空会社側では経済性という観点から新しく開発される旅客機はエンジンを2機搭載する双発機であることを望んでいたものの、 TF39 型エンジン自体がまだ開発中であり、それを民間型に変更した CF6 型エンジンの性能は、たとえ開発が順調だったとしても、性能や信頼性に不安があった。そこで、ダグラスでは、アメリカン航空に対して、どうしても新開発の旅客機はエンジンを3機搭載する3、発機でなければならないという結論となったことを伝え、その優位性を説明した。 アメリカン航空とユナイテッド航空がこれを認めたことから大型ジェット旅客機の開発の目途がついた。これを受けてマクドネル・ダグラス社本説では以下ダグラスとするでは1967年春にアメリカ国内線向けの3発機と国際線向けの4発機を開発することを発表した。ダグラスではもともと4発大型旅客機の構想があったことから 同じ機体を基本として、航続距離の短い3発機と、航続距離の長い4発機を開発することを考えており、コックピットはボーイング747と同様に2階部分に、あり、胴体と主翼とエンジンは共通であった。しかし、この4発機構想に対しては、すでにボーイング747が登場していたことも、あり、どの航空会社の反応もかんばしくなかった。このため、 最終的に4八機構想はなくなったが、ダグラス社では、同じ土台で中距離型と長距離型を並行して開発することにこだわり続けた。1960年代の米航空会社と米航空機産業界の認識は、今後は超音速機による大陸間と大陸横断路線が実現するのはほぼ間違いないというものであったため、すぐにも登場する SST を保管する。 中距離路線用の機体が求められた。当初は、走発機も考慮されたが、アメリカ国内には、高地も存在しており、一発停止時の安全性を考えた三発機となった。また、当時混雑していた、ラガーディア空港の狭いゲートに乗り入れられるように、欲服が制限された。このような事情から、航空各社の要求に合わせて開発された DC-10 と、 トライスターが似た機体になったのは当然の成り行きであった。ロッキードが1967年9月にライバル機である L-1011 トライスターの開発体制が整ったと発表したことでダグラス側の基本設計の遅れが明らかになった。ロッキードに少しでも追いつくべく無理を重ねて同年11月に DC-10 の開発計画を発表したが、 この時点ではまだ基本設計が完了しておらず、詳細仕様を明らかにすることはできなかった。その後、1968年2月19日に、アメリカン航空からオプションを含めて50機を受注したが、これはトライスターよりも早かった。しかし、すぐ後にトライスターの受注も進み、同年4月3日にはトライスターのローンチ、生産プログラム開始が発表された。 この時点においても DC-10 の詳細設計はまだまとまっていなかったが、これ以上ローンチを遅らせるわけにいかないと考え、同年4月25日にユナイテッド航空からオプションを含めて60機受注したのを機にローンチを発表することになった。なおマクドネルダグラスは DC-10 の販売を阻害しないために DC-8 の生産を1972年を 持って中止すると発表した。DC-10 の基本設計は、できるだけ新技術の導入を避け、既存の工法と制御システムだけでまとめられている。このため、ローンチこそ遅れたものの、その後カリフォルニア州、ロングビーチの工場で割れた製造は順調で、1970年7月にはロールアウト、同年8月29日に初飛行を行った。飛行テストも、 順調に進み、1971年7月29日には、ローンチカスタマーであるアメリカン航空とユナイティ、航空へ最初の DC-10 の引き渡しが行われ、その年のうちに収益した。長距離路線を担うと期待されていた SST は1971年に開発計画が中止され、1976年には欧州製のコンコルドが就航していたが、 この頃には超音速旅客機への機体は薄れており、B-747 が国際線での長距離、大量輸送を担う機体シリーズとして再認識され、アメリカ国内線で成功しつつあった DC-10 も長距離型の -30 や -40 が開発されることになった。マイナス -10 を国内線に導入したアメリカン航空やユナイテッド航空を皮切りに、 マイナス30やマイナス40を、ルフトハンザ航空や、KLM オランダ航空、ブリティッシュカレドニアン航空や、バリグブラジル航空などの予中の大手航空会社が導入し、アジアでもシンガポール航空や大国際航空、マレーシア航空や大韓航空などが導入したほか、日本では日本航空がマイナス40系を、日本エアシステムとミネベア航空がマイナス30系を導入した。 なお本機と1972年に運行を開始したトライスターは共にアメリカ国内の中距離路線向けに開発された機体であったためダンピングを含む販売競争が繰り広げられトライスターに至っては正解と全日本空輸勝者を巻き込んだ贈収賄事件まで起き関係者から逮捕者のみならず不審死者まで出たロッキード事件結局 この勝負は長距離型の開発に先に着手するとともに、貨物室ドアの欠陥の回収、口述などを行ったこともあり DC-10 が受注を伸ばし、1981年にロッキードが旅客機部門から撤退し、トライスターの生産が中止されたことによって DC-10 が勝利を収めた。しかし1973年からの石油危機で、 航空燃料の価格が上昇し世界的な不況も始まると航空企業界は低燃費の期待を求めるようになった。1970年代末から1980年代にかけてヨーロッパのエアバス社は総発、ワイドボディで経済性の高い A300 に続き操縦士に名乗務用のシステムなどの新技術を採用した A310 を投入するなど急成長し始めた。 さらにボーイングも DC-10 に比べれば座席数は少ないものの、大西洋横断が可能な航続距離を持つ上、総発と二人乗務で経済性の高いボーイング767を導入した。技術的に旧式化した上に経済性でも劣ることとなった DC-10 は後継機の MD-11 との悔やい,いを避けるために1989年に生産終了となった。 DC-10 の総生産機数は446機となった。DC-10 の胴体は丸く、ずんぐりとしており、ストレートダクトゆえの鋭い垂直尾翼と合わせて、シャチのようにも見える。従来工法による組み立てとなったため、胴体外反や胴翼にホットボンディング、熱管接着は一切使用されず、リベット締結となっている。胴体自体は、旅客機では、 一般的なセミモノコック構造であるが、キャビン、客室の空間を広げるために、フレームの厚さを1 1 2トルにまで薄くした。なお、重量増加への対応を目的として、胴体下中央部にも主客が設置されている。客室窓の寸法は高さ4 1ンチ x 幅2 8ンチで5 1ンチ間隔で並んでいる。客室扉は、 電動で髪型に格納されるものが採用された。主翼の幅はロッキードトライスターとほぼ同じで、後体角も同じ35度となっているが、翼面積は11%ほど、DC-10 の方が大きい。主翼の公揚力装置は前縁にスラットを、公園にダブルスロッケットフラップを装備する。水平尾翼、スタビライザーは昇降だが、後端に装備される。 旅客機では一般的な方式である。同じ三発機であるライバル機のトライスターと比較して最も目立つ相違点は後部に装着された第二エンジンの配置である。これは勾配パス比ターボファンエンジンへの吸気を直線的に導く他のもので、それ自体はごく常識的な発想である。しかし、そのために吸気ダクト部分とエンジンを垂直尾翼で串刺しに、 したような配置は、当時の旅客機における常識を打ち破るものであった。反面、垂直尾翼に設置される方向打の面積が不足し、二重品ジ構造とすることでこれを補うことになった。また、胴体より高い位置にエンジンが配置されることになり、整備には専用の足場を用意する必要が生じるなど、保守税の悪化を招いた。 なお、エンジン自体は垂直尾翼後方から伸びるパイロンから吊り下げる方式となっており、主翼に設置された第1、第3エンジンと同じ走下方式となっているため、3機のエンジンは全て互換性を有している。このエンジンレイアウトが、当機の改良版である MD-11 に次ぐ、事故発生機となる現況となったが、第2エンジンが第1、第3エンジンより上にある。 使用ゆえに、エンジンが、全始め無事なら、第二エンジンの水力で、第一、第三エンジンが引き起こす起死上げ状態を抑制しているおかげで、この特性を利用して三つのエンジンの水力をうまく、コントロールさえできれば、ユナイテッド航空232便不時事故が、示すように上下左右への機体コントロールが可能である。ただし、理論上可能というだけであって、エンジンのみの飛行は、 当期でも難しいことに変わりはない。既存の技術を最大限に活用するという開発方針の結果、当時としては先進的なシステムが盛り込まれていたトライスターとは違い操縦システムには特に目新しいものはない。これはコックピットの装備品にも及び DC-8 や DC-9 と同じ大ぶりな部品が使用されることもあった。これらの一部は 後継機の MD-11 にも一部継承されることとなった。その中でフラップの下げ角度は段階的にではなく一度刻みに設定できるダイヤル A フラップシステムが採用されていた。これは離陸時には10度から25度まで着陸時には35度から50度までをフレキシブルに設定できる仕組みで当時としては先進的であった。継機着陸装置は カテゴリー E に対応している。なお、DC-10 のコックピットは、開発中に座席を増加させるべく設計変更が行われ、開発当初と比較すると前後方向の余裕がなくなった。この影響で、操縦席位置の前後方向の調節量に制約が生じたほか、航空機関仕様の操作パネルが、操縦席の窓、ウィンドシールドのうち1枚を塞ぐ状態になっている。 客室、キャビンは幅5.72メートル、高さ2.41メートル、長さ41.45メートルとなっている。登場当時の標準的な座席配置は2列から5列から2列の配置で荷物棚、オーバーヘッドストレッチは窓座席の上にしかない。中央列上にもストレッチを設けた航空会社もある。ギャレーはキャビン設置と床下設置が選択可能であるが、 床下ギャレーは単に床下に移動しただけで、ドアも窓もない。このため、食材の積み下ろしにはキャビンを通す必要がある。基本となったマイナス10型から、後続距離を延長し、センターメインギアを追加したマイナス30型やマイナス40型、操縦システムを、後継の MD-11 と、同じものに近代化回収した、MD-10 が作られた。また、旅客型、 貨物型の他に軍用機として空中給油機 KC-10 がある。1981年から生産が始まった軍用の空中給油機。アメリカ空軍が KC-135 の老朽化と機体数不足から発注し DC-10 から30をベースとして製作された。DC-10 は初期には設計ミスによる事故や後期には 整備や運行の不備による事故が発生した。また、エンジン1機がビブに位置していることから、エンジントラブル等でタービンブレードが飛散し場合、ビブに集中している、油圧配管の破断に結びつくという設計上の問題もあり、ユナイテッド航空232便不時期事故の原因となった。1974年のトルコ航空 DC-10 パリ墜落事故では、 貨物室のドアが完全にはロックされていない状態で離陸したために上昇に伴い予圧された機内の空気がそのドアを吹き飛ばし操縦不能に陥り高速で地上に激突した。設計上の不備から貨物室のドアが半ドアになりやすく、しかもそのような状態でも電気回路が完全に閉まっているとご表示される欠陥があった。この欠陥は開発段階で ダグラス社内の予圧試験で発覚していたにもかかわらず、重要視されずにいた。実際、この事故の2年前1972年6月12日には、デトロイト国際空港を離陸して上昇中だった、アメリカン航空の DC-10 の貨物室のドアが、突然吹き飛んだために、客室の床が陥没し、床に施設されていた、油圧系統が損傷し、 操縦困難になったというインシデント、アメリカン航空96便か物ドア破損事故があった。この時は、機長の操縦技術でなんとか緊急着陸に成功していたが、そのインシデントの後もダグラスは小手先の改善に終始し、根本的な欠陥はそのまま無視していた。しかも、事故機は、書類上は改善済みとしていたにもかかわらず、実際には未回収であったことが判明。 その計装中に、前日の予圧試験結果も発覚し、ダグラスは安全性よりも営業上の利益優先の体質として強く批判された。1979年5月25日には、アメリカン航空のロサンゼルス行き191便が、シカゴのオヘア空港を離陸した直後に墜落する事故を起こした。墜落した機体は、マクドネルダグラス社の予想もしない仕方で整備が、 行われていた。正しいオーバーホール手順では、エンジンを外してからパイロンを取り外さなければならない。だが、アメリカン航空の整備士たちは、効率向上を狙って、フォークリフトを使って、パイロンにエンジンがついたまま外したので、パイロンに亀裂が入った。この損傷のため、飛行中に左翼の第一エンジンが、パイロンもろとも脱落し、エンジンから供給されていた油圧が抜けてしまった。 そのため、翼前員の高揚力装置が、左側だけ格納されてしまい、左主翼系が失速、高度600フィートから左に急速に沈下し、回復不能の姿勢に陥り、離陸から31秒後に墜落し、死者273人を出す、第3次となった、アメリカン航空191便墜落事故。事故直後には、原因が、整備不良とはわからず、 期待欠陥ではないかと推測されたため、前述した貨物室ドアの欠陥という前科があったことも影響している。アメリカ連邦航空局は DC-10 の対空証明、自動車の車検に相当の効力を一時停止したため、他の国の航空当局も追随し、全世界の DC-10 が運行禁止になる影響が生じた。7月11日に解除されたが、この事故は、 DC-10 が商業的に行き詰まる契機となり、DC-10 のストレッチタイプである DC-10 から50の開発も中止された。また、整備不良の DC-10 は部品の脱落によりコンコルド墜落事故の原因を作った。日本航空は1976年からマイナス40系を導入し、南回り、ヨーロッパ線やアンカレジ経由ニューヨーク線。 東南アジア路線のほか、センターギアを装備せず、国内管制に使用した。また、そのサイズと、航続距離から、航続、政府関係者の外遊の際の特別機と続行機、同行するマスコミや、随行陰気財券トラブル発生時の時の代行機として2期体制をとっていたとしてもよく、利用さた。日本航空の国内線から DC-10 が、退いた後も一部残った、 DC-10 から 40D は、その後、センターギアや第3の INS を装備するなどして、国際線に投入された。日本航空の子会社のジャルウェイズや日本、アジア航空でも、一時期使用されたが、2005年10月31日をもって、全期退役した。当初退役は2006年3月31日の予定だったが、 日中航空交渉が不調に終わったことによって、余剰機材が発生したため、早められた。この退役により、日本の航空会社の保有機から3発、エンジン旅客機が完全に姿を消し、導入以来29年間の運航を無事故で終えた。なお、日本航空の DC-10 の一部は、アエロフロートロシア航空へ売却され、貨物機として、日本へ飛来していたこともあった。現在、 アエロフロートカーゴの機体は、カザフスタンのデタイアカーゴに売却され、活躍している。日本エアシステムも国際先進出の際の主力機として1988年よりマイナス30系を2機導入し、シンガポールやホノルル、ソウル線に投入され、ホノルル線撤収後は、A300 からのシップチェンジで、香港線の位置などに使用したほか、一時期は、国内幹線、東京福岡、 東京札幌でも運行し、子会社のハーレクイエアが国際線チャーターに使用したが、長距離国際線への就航が行われなかったことも、あり200年3月をもって全機退役した。日本エアシステムは当時、アメリカ西海岸やヨーロッパ線などの長距離国際線を開設しその専用機として投入する予定があったため、大国際航空と、 フィンランド航空使用機と同じく床下にサブ量タンクを備え水力強化型エンジンを搭載した超長距離型のマイナス 30ER を導入。また、JA8550 と JA8551 は DC-10 旅客型使用の最終生産機となった。なお2号機の JA8551 は導入後も、 路線就航の目処が立たなかったことから1年弱の間大韓航空にリースされた。日本エアシステムの DC10 の30は2機ともアメリカ合衆国のノースウェスト航空に売りされた。日本の電気部品メーカーミネベアの子会社のミネベア航空もそれまで使用していたボーイング707に代わる主力貨物従業員輸送機材として元サベナベルギー航空機体機号を OSLB 製造番号四万七千九百七百五十七の価格根菜型のマイナス三十 c f 型機体記号 n 十メガバイトを九百九十五年から成田国際空港を拠点として運航していたが二千二年の同社の生産に伴い運航を終了した。日本で最後まで残ると思われていたが結局先に引退を表明した日本航空の機材が 最後に残った、現、アビエント航空機体記号、ZR。なお、ミネベア航空は、アメリカ籍の企業であった。アイカン航空、タイ国際航空、エアサイアム、カルーダインドネシア航空、シンガポール航空、フィリピン航空、ビーマンバングラデシュ航空、アリタリア航空、ウッタフランス航空、アム、フランス航空、ケール M オランダ航空、サベナベルギー航空、 ルフトハンザドイツ航空、スイス航空、スカンジナビア航空、フィンランド航空、ノースウエスト航空、アメリカン航空、コンチネンタル、ミクロネシア航空、カナダ太平洋航空、バリグブラジル航空、ニュージーランド航空など、多数の外国航空会社が日本のリーレ機材とて使用した。また、ATA 航空やハワイアン航空、ユナイテッド航空やコンチネンタル航空など、 複数のアメリカの航空会社がアメリカ軍チャーターなどで使用した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。